速報です。札幌市西区の住宅街で熊のような動物が目撃されました。住宅まではわずか15メートルほどの距離だということです。こちらは現在の西区西の5条10丁目の住宅街の様子です。警察によりますと午後4時45分ごろ、この付近を歩いていた小学生がおよそ100メートル先の林にいる熊のような動物を目撃しました。熊のような動物はそのまま山の方向へ立ち去ったということです。近くの住宅まではわずか15メートルほどの距離で、現在札幌市や警察がパトロールをしています。